かなかの味だな。このスープ、複数の食材を組み合わせてはいるが、こいつは誰にでも作れるような代物じゃねえな。お、さすがだな。やっぱりあんたに食わせて正解。そんなあんたを見込んで頼みがある。俺はこいつに負けないスープを飲んでみたくてな。もしこいつを超えるスープを作ってきてくれたら、8人分の食料もついでに水だって全部タダでくれてやるぜ。面白い、その話乗った。じゃあ料理ができたら俺に話しかけてくれ。楽しみに待ってるぞ。そうは言ってもサンジ君、何か当てはあるの？さっきのスープめちゃくちゃうまかったからな。そうだな、この辺で手に入るもんで使えそうな食材といえばサソリの足肉だな。サソリの足肉だ。そんなもん食えるのかよ。ああ、毒腺を破かないようさばく必要があるがな。それなりに手間だが俺なら問題ねえ。それともう一つ、サンディシェルって貝も必要だ。ありゃいい出汁が出る。スープにはうってつけだ。サンディシェルはこの辺じゃ珍しくねえ。集めたらどうすればいいんだ？ここに戻ってきてキッチンを借りよう。最高のスープを作ってやる。よし、じゃあ食材集めてサンジのスープ飲むぞ。仕方ねえ、付き合ってやるか。まったくあんたたちは。なあサンジ、西の入り江に来たってことはここ？ああ、そのはずだ。だけどどうやって探すの？いいやナミさん、ここは俺に任せてくれ。食材集めもコックの腕のうちってな。あったぞ。こんな簡単に見つけるなんて。褒めたって何も出ねえぞチョッパー。次はサソリの足肉を手に入れればいいのよね。砂漠に行けばいるだろうが。はあ、サソリの居場所を知りたいって？サソリなら荒涼の谷に行けばいると思うぜ。店を出てます。わかった。ありなーに、いいって。それよりスープたん。よし、それじゃあお前ら荒涼の谷に行くぞ。おう。さて、それにしても変ね。ん？どうかしたのか、ナミさん。アラバスタの地形って大体把握してるつもりだったんだけど、なかったはずなのよね。菜の花の近くに
こんな洞窟。ここはメモリアよ。地形だって現実と同じとは限らないわ。そう。じゃあ前回の経験は当てにならないかもしれないわね。この辺のサソリ全部倒すぞ。おい、そんなに張り切る必要はねえぞ。サソリの足肉なんて一つで十分だからな。邪魔するのなら仕方ないわね。覚悟して。サンダーボルト先行。もう少し休ませてくれてもよかったのに。カート。てらこの野郎。粋なことするじゃねえか。トレインタフルール。フリッ。邪魔だ。ゴムゴムのバズーカ。トレインタフルール。フリッ。ボーショット。終わったな。もう起きるんじゃねえぞ。サンジ。お。ちょっと邪魔よ。やべえことになっちまったかな。なんとかなるだろう。これまで通りだ。レディーが待ってるっていうのに、まったく野暮なやつ。ボーシャット。さて、どうしましょうか。トレインタフルー。
私の番ね。サンダーボルト連発。次はないわよ。これが相手だ。次はどいつだ。ゴムゴムのブレッド。おい、腹減ったぞサンジ。ああ、ちょっと待ってろ。うまいもん作ってやるよ。技のキレが戻ってきたか。邪魔よ。お、腕が鳴るな。さあ食え。任せとけ。これが俺の作った料理、サソリと貝のスープだ。おお、興味深い香りがするな。おお、これはこの澄んだ味わいはサンディシェルから取った出汁。それにこの肉肉しい味わいはサソリの足肉を使っているのか。いやー、お見それした。こんなにうまいスープは初めて飲んだぜ。やった、大好評じゃない。
ことは8人分の水と食料は。うまそうな匂いに釣られてきたら、ルフィ、お前がいるとはな。エース。ん？どうしたルフィ？エース。また会えるなんて思わなかった。おいおい、この間会ったばかりじゃねえか。だってよ。まあ話は飯を食いながらにしよう。腹ペコなんだ。そうか、じゃあサンジ、先の頼む。ああ、任せとけ。メラメラの実の能力者、危険のエースはルフィの兄である。世界最強の海賊、白ひげ海賊団の2番隊隊長を務める彼は、仲間殺しの海賊を追っている。いやー、うまかった。当たり前だ、サンジは俺の船のコック。いい仲間を持ったな、ルフィ。おう、よし、うまい飯で腹も膨れたことだし、そろそろ行くか。またそんなすぐに行っちまうのか。ああ、積み忘れたものがあって戻ってきただけだからな。じゃあな、ルフィ、待ってるぜ。エース、見ててくれよ、俺は必ず海賊王になる。ルフィ、よかったな、エースに会えて。ええ、そうって、それはいいけど、8人分の水と食料は？約束通りタダでやるから、ほら、持ってきな。これでようやくレインベースを目指して出発できるわね。よし、みんな、砂漠に行くぞ。記憶のパーツで作られた世界ってのは、こんなこともあるんだな。そうね、危険な冒険かと思ったけど、こんな出会いがあるなら悪くはないわね。気は抜けねえけどな。やることは変わらねえ。ビビを見つけてワニの野郎をぶっ飛ばす。you